らなって。明日トリミングなんですか。はい、そうなんです。デブデブですよね。デブデブになってどっちになるの？待て。あ、違うね。5,350。いつもすごい食欲です。あ、そうなんですか。はい。え、だからって。でも9月5,400ですね。さっきおさぐるっと回ってピンチピンチしたから。ね。今何グラムぐらい食べるかわかります？でも100ぐらいです。全部で100。9月が5,400、7月が5,250、4月も5,250、去年のピンとなった12月が5,000。あ、でも去年の10月は5,350ある。まあ食欲の秋かしら。誕生日が3月で11歳、誕生日3月で11歳。何？何ですか？口閉じて。ドローンが聞こえない。はい、ごめんなさい。お願いします。ドローン大きいかな。ね、はい、よくしゃって。はい。かなり見つめてる。誰がいた。知ってる人だった。そのツール一緒にうんちもしてるんで、うん、取って、両方とも取っといて、調べられないよ、本当に。はい、上手。そーっとやれば、しっかりしないとね。本当にそーっとやらんと危ないね、この子。すぐ違う。今こそ今ぐらいの、撫でるぐらいだと今こそ今こそ最近会見でくださいよし、さっきのウェットグラスがあ、違う、こちら側に顔が見たい、顔が見たいんだよね、顔が見たいんだよね、はい、いいよね、ちょっと届いてもらっておしまい。あ、そっか、下取り組んだから飛ばせない。全部それ痛い、うん、ちょっとやっちゃってもらっていいですか。行きましょうか。出してもらったって言ってください。やってばいい。あ、やっといてよかったみたいよ。本当。できこれは2週間超えてますね。すごい。これはすごい。ごめんね、嫌なのね。あ、これは。やばい。まあ、8割方私出ます。ありがとうございます。すごい。やばいね。ちょっと待って。予想以上に出た。痛いよね、もし痛かったね。
はい、ごめんね、誰やった嫌いやつ。何回かだよね。何回かまだまだ。あ、おやつ。ちょっと待って、おやつ。はい。火をあげて。どういうことかな。現金じゃないの。嫉妬。お手は。お手は。お手。タッチ。タッチ。やタッチ。あの咳はどうなんですか。咳はですね、そんなに毎日とかじゃない。あれじゃない。出てる感じじゃないですか。今でもまたちょっと寒くなってどうかなーっていう。温度差が激しいとさ、血圧が上がるから咳出る。出やすくなるんですね。といってもさ、部屋の中で出るだけだから温度差少なくて、ね。あんまりこう目立ってすごくしててちょっと心配っていう風な感じで連れてこなきゃっていう感じはない。まあね、いつも言う。調子では少ないのレベルだからさ、まああとこの今の下の色ね、うん、色してるじゃないですか、あれと、うん、でも下出してるんですよね、よく。まあそれはしょうがない。ワンちゃんにしまってって。でもだってずっと出っ放しだったら乾いちゃうからさ、いるいる、私いる、私がいるよ、臭いけどいい。はい、じゃあ中お家でつけてください。はい、はい、シャンプーが12月3日。はい。私は下温まってからつけます。はい、で、ボリューションであるのかな。レベル3であります。はい。ありがとうございます。はい、じゃあお薬出してきますね。はい、すいません、お願いします。はい。